どうもかげやんです今日はですね準備していたものが生かされるということについてお話ししたいと思います、えー、僕はですねあのお店をやってましてですねまあ一人でやってるんですけどもであのー、お店をやっていてですねお客さんとね、えー、まあ会話、えー、しますよねそう施術中も会話したりも、えーまあ、しなかったらいろいろあるんですけどもしている中でですね その姿勢がね、やっぱこう前かがみになってどうのこうのっていう,こうお話をこうされているとでそれを直すためにいろいろとねこう意識することが必要になってくるんですけどもその姿勢をこう直すっていうのはこうなかなかのこう大変なこう作業というかそれをえ今までずっとこう何十年もしてきたその姿勢をですね完全に正すっていうのはね えー、かなりのこう覚悟というか、まあ、が必要になってくるんですね。で、えー、そういう必要になってくるでそのためにですねちょっとこう補助的に正教制ベルトみたいなもんを僕はちょっと仕入れていた,いていたんですね。でこうお客さんにもこうこう提案して ででっったたりすすることももあったんですけどもえ最近は全くそういうのをこうしていなかったんですけどもその正強性ベルト自体はまあ何個かまだ残ってる状態でですねでそういうのをこうまあ、欲しいお客さんにはこうあのお渡しするというかまあまあ,あもちろんあの価格はあるんですけどもかなり安い値段でねあの提供するという形なんですけどお客さんがそういうその。 そういういまあ準備してたっていうかまあそういうのを置いててまあ忘れてたんですけどねそういうもうその物販的なこともう忘れてたんですけどもそのお客さんからふとその性強制のことをおっしゃられてですねほんでこうまあ準備してたものがねこう生かされるというかまあその準備してたからその提案に対してこう提供することができたなというふうに、えー 考えたんですねそのまあまあ当たり前といえば当たり前それただ全面には全く出してなかったんですね最初はちょっと出してた時もあったんですけどもうん姿勢矯正、うん、なかなかその難しいところがあるんでっていうのでそういう準備をしてたことによってですねお客さんにすぐにこうスムーズにね、えー、提供することができたなというふうに考えます。それで他にもいろいろろ あるんですけどもその準備してたものが生かされるっていうのはですねその結局その毎日毎日そのずっとやってることによってですねそのまあ準備してたというかそのずっと続けたことによってですね あの提供するることができるそれの一つにですね僕が毎日、えー、取り組んでいるセルフケアがあるんですね。でセルフケアの種類もね結構いろいろと増えてきてですねでこういろんな部位の、えー、セルフケアをこう僕の中でやってる、えー、目のセルフケア耳のセルフケア、えー、足首のセルフケア、えー、手首のセルフケアとか、えー、股関節をこう 柔らかくするセルフケアとかいろいろあるんですけどもそのそういうのをこう毎日やってることによってですねお客さんのその症状によってこのセルフケアをやった方がいいなっていうのをこうある程度的確にというかその提供できるようにこうなっているそれは僕が毎日その種類を全部やってるからですねそのほんでやり方もその場で見せてですねでえお客さんにもやってもらってほんでその状況がこういう状況やから もも、うううちょっっとととここなっていいきますということも自分がこうやっていってこう柔らかくなってくることを実感できているんでそのこともお伝えできますしそのセルフケアを続けることによって僕がどういうメリットが今あるかと。 こう生活の中とか自分が活動する中でどういう,こうメリットがあるかっていうのは自分がこう毎日続けてやってるからこそですねそのだから一時情報ですね自分の体験したことをこう情報として伝えることができるということでそのもちろんねそのセルフ系がその本人さんにねお客さんに合ってるかどうかのようにやってみないと分からないんですけども一応ある程度のやり方がこう こう通ってるもんなんで、そのそれを伝えると、それをやっていただくと、ある一定の効果はこうあるんじゃないかなというふうに考えております。ほんでそういうのもだからその準備してたものが活かされるっていうことですね。準備という言い方がちょっとおお,おてるんかわかんないですけど、毎日自分がやってるからこそですね、継続してるからこそその、えー、しっかりとこう伝えることができるんやなということでですね、その。 準備をするその一つのだから準備するんですけどもその目的が一つじゃないですよね自分の体を良くすることであったりその実験的にやってることであったりそのお客さんにこう伝えることによって喜んでもらうことであったりとかいろんなことのこう要素がありながらこう続けていく準備していくという状態を作っていってそれがこう生かされる状態になるというふうに思います。 ということで今日は準備していたものが生かされるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。